ょっとね、今若葉のバリアがね、他の武器だと弾一発分の防御にしかならないけど、ローラーの一撃死を止めれるっていうのが強すぎないかと。だから他のね、若葉だったら5発のうち1発しか止めれないのに、これ死亡まで全部止められるから地獄だぜ。よし、ナイスシールド。向こうもシールド、いけー。あ、無理だ、帰る帰る帰る、帰れない、帰れない。塗ってると本当合うの帰れるからいいわ。うわーと、だから塗ってないと帰れないんだって。うちの陣地すげえ綺麗にするマンいる。ある程度塗ったら前出てきてくれませんかね。本当戦線押してる途中なのに自分内に隠れとくの本当やめてください。せめて真ん中でこういう風に援護でいいから。落ちた、よし勝ったな。あー、もうほんとインクがないんだよな。2回は増えるインク残しとかないと。でもまあ敵1人落ちたんで、もう負ける要素はないと思います。倒しきれん、帰ろう。なんでうちの陣地の中にボムを置いて、ほら今の絶対俺勝ちだったじゃん。若葉のバリアがちょっとローラーへの相性が悪すぎる。この絶対自分塗るマンはいいからさ、よし全滅した、いけ一気に塗れ。なんかぐるぐる回ってんのかこれ。援護援護、倒しきれてない。いいな、帰ろう。よし、すげえ塗られてる、勝ってるな。よっと、よし、あー、いけー。おー、あぶね、よかった、1デス分助かった。敵1人落ちてたよね。だーん、途中で明らかに上向いてそのまま消えた人いたもん。あの太陽の戦士、自軍絶対ヌルマンだった。メルメル、まあね、さっきの戦いはちょっと相手が落ちたんでね、勝ったとは言い難い。あ、自分絶対ヌルマンのソラールさんが向こうに。ってことはね、一人常に少ないはずだから中央を取りに行った方がいいんじゃないかという私の判断です。帰ろう。そんな来る、そんな来るんだ。中央を取れてないからな、向こうのソラールさんが前線に来てしまう。あそこいるな、あえて塗らずに走ることにより。無理して突っ込んできたらそこに着地を決めたいが突っ込んでこない。バリングラッシュ、よし、上を取った方が強いんやで。ああ、てかなんでこんな乗られてんの。ちょっと何してんの、塗れよせめて。おい
この人、この人何してんの。せめて敵の方向いて塗ろうよ。いやだからそういう人いたら勝てないって。ヘイトよろしく。あーだからめちゃくちゃいるんだけど、だからもうダメだってマジで。この人常に一人少ない人数で戦ってるんだから。よし、まだ3人残ってるだろ。こんな危なすぎるわ。そこ、よし、勘が当たった。無理だって、ヒーラキーでも無理だわ。誰、ダメだよマジで。2人をひどいわ。エイムがどうとかとかいうレベルじゃねえもん。ちょっともうマジ勘弁してって。こんなんさ、なんで自軍内で孤立すん、敵に囲まれんだよ。絶対無理だって。いやー無理ですわ。すげえ、175しか若葉で乗ってねえピッツァ。ランクアップ。おお、せめて普通ぐらいのチームでいいからお願いしますよマジ。ローラーでまともに勝てない。あ、失敗したけど大丈夫だ。もう血を引けるね。その裏いそうだな。いや、ほらいるわ。いたと思った。帰れ帰れ。仲間来てるけどちょっときつい。取られちゃってる。行かない方がいいわ。危ない。結構引いたな。ナイス。お、ナイス。スーパー着地しようかと思ったけどいらないね。ここまで塗ってこの辺に潜んどくと超強いからね。あースーパー着地が。カーボン超速いっていうか、この人もうギアが2個つくやつ持ってんじゃん。羨ましいな。よし、押してる押してる。あ、ジグン絶対ヌルマンのソラールさんはまだマシだということが分かった。おーって、なんか今の倒したろ。ちょっとあまりにもバリアの相性。よし、あー無理だった。このあれだな、カーボンやってるな、だいぶ。でもこんなに濡れてるってことは、あのさっきのやばかった人向こうのチーム行ったから。そんな感じだね。よし、ほらいる。さすがにここは危なすぎる。帰ろう。
こいない。くどいな。やっぱ向こうに行ってたか。あんなにうまいカーボンさんいるのにここまで濡れるわけないもん。普通すげえ連続で落ちてる。あのイカカオスだな。始まったばっかりだからな。今作デビューの人も結構いるみたいだし。よし、とりあえずね、今ちょっとローラーは合わない感。ね、新しいギアも買いに行こう。お金貯まったよー。ゴー。持ってる持ってる。いらはーい。まだ2個のやつ買えねえ。10超えてからかな、2個のやつ出るの。新しいのスペシャル性能アップ、ラストスパート復活時間、サブ性能。サブ性能アップはちょっと欲しいかな。サブ性能アップ、性能アップってどういうことなんだろう。サブの消費人数減るじゃないのかな。武器、あっと、プロモデラー来てる。プロモデラー9番ボムとカーリングボムピッチャー行ってみるか。ブラスターこれあんま使えない。でバケツも来てるね。スーパー着地、そして俺が全然使えないマルチミサイル。とりあえずこれ行こう。あーびで、これに合うのはやはり、安全靴と移動速度アップも欲しいんだよな。じゃあちょっと移動速度アップのやつを。で服はインク効率アップで安全靴で敵の陣地塗って帰ってくる。帽子もなんか買っとくか。スペシャル性能、サブ性能、サブ何だったっけ。まあいいや、連打するとやめとくになるんだよね。よし、ロビーロビー、富士通のスパーチューグラフ。おっと、銀モデラー若葉が多いな。いやーこれだね、やっぱこれだね。いやー濡れる濡れる、超気持ちいい。メイン効率もついてるから塗りたい放題。もう溜まった。えい、R か割と短い。9番ボム、ゲージ溜めとかないと距離が足りん。若葉よりもだいぶ短いな。ナイス、そこだろ。マルチミサイル使ってやがる。俺はロックオンされてないからよしとしよう。バケツか。下降りられたな。下いるな。あんまよろしくない。進めれないこんなの。裏回りも危なすぎる。よし、おっと2人いる。よし、ダブルキル、やった。俺頑張ってるよ。何かはなんで2人死んでんの。俺が3人倒したのに。
あラッシュする前に転ばれた。引いた、ナイス引き。引いたの耐えたぞ。ちょっとバリアとローラーの相性悪すぎじゃね。引かれても1回は耐えれるって。一発の威力が高ければ高いほどさ、バリア量多いみたいなもんじゃん。100で死ぬとしてさ、他のやつだったら20ぐらい1回しか耐えられないのに、ローラーだったら101回耐えれるってことでしょ。よし、これはちょっときついんじゃないですか、ローラーとの相性。せめて死ぬ前に繰り返す、倒して、その自軍内で姿見せてる、それに勝ってくれよ、頼むから。ちょっとでも濡れ、残り時間わずか。俺頑張ったと思うんだけどな、全然ダメだ。いやーダメですね。1100も塗ってる、1100塗って3人しかでも倒してない。塗ったの関係なくなったんだな、塗った分だけポイントもらえたのにな。ワンは死ぬぞ。ここの回収音楽なー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 ぬぬぬぬぬぬぬって感じするよね。一気に詰めるよ。この下は危ない、塗り直しとかない。ここいるね。よし、あっ逃げれた。倒しきれなかった、威力弱え。ダメで、正解だが俺の勝ち。やるね、正解。よし、はっはっはっ、2発撃てた、巻き込め、十分倒したよ、俺頑張った。いるだろ、よっしゃー、爆弾つけてやがった。飛ぶ、こんだけ押してるんだったら飛ばないと。まずまず、裏に9番ボム超怖い。仲間いてくれると助かるわ。エイム力ですかね、最終的にはこのゲームエイム力だからね。戦略も大事だけど、結局2対1で2人とも負けるようじゃ絶対勝てないからね。せめて1対1、2対1ならば絶対取れるんなら立ち回りでどうにかなるけど。裏だな。イエーイ、もうお前は死亡確定だ。地獄だったろ。この上も塗ってやれ。いや気持ちいい、今の絶望的だったろうな。シールドありがとう。登れねー、シールドありがとう。今のボムラッシュの中に入ったさ、敵さんはほんと絶望的だったろうな。てか一人少なかったか、そういうレベルだな。
すごい塗った。7キル戻った。ノーラッシュも3回やった。別に落ちてなかったな。よし、強化強化。何が来るかな。おお、加速アップに人移動速度アップ、悪くない。ぬん、お、ブラスターがいる。まあ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 、先に一人行くの危なすぎんだよ。早っ早っ。よし、この仲間の援護をしながら倒すこと優先。あー負けてる。ははこっちにもいる。はい、バケツご苦労さん。そこちょっと危ないって、そこちょっと危ない。よし、お、そんなとこまで。2人いない。押せ押せ、スーパーチャッチ。ポイズンミストも結構多いですよ。降りてこれんだろこれね。そこ降りてきたら死ぬしかないよね。全部塗ってんのに。こっち、俺も行く。ひどいことになってる。バケツじゃ届かんでろ。完全に前線を取る。さすがにこれは無理。何回敵倒したけど、前線キープするためにもここを行けー我がカーリングたち。よし、ここまで来てやったわ。しかもなんか倒してる。よし、敵の陣地からもう出てこれない。相手は絶望的だ。うわー、絶望的な中頑張る。一人裏回り来てる。やばいやばいやばい、裏回り来てる。裏回り、これ負けると恥ずかしい。裏回りは許さない。裏回りは許さん。そこよし、もう裏に一人だ。危ない危ない。ちょっと敵の陣地行きすぎて裏回り危なかった。バックドアされてた。バックドアドーン。でもダメ、死んだことによりバックドアに気づいた。